さあ今度は動詞句を現在分詞で修飾していくことにしましょう。もちろん動詞句の説明ですから、説明ルール、説明は後ろに並べるにより、動詞句の後ろにポンと現在分詞を置いてあげればその説明となります。 8. I spent all morning cleaning up my room. 私は部屋の片付けをして午前中ずっと過ごした。 Spent all morning、 その説明が cleaning up my room、 私の部屋を掃除しながらね、というふうな説明となっているわけです。しっかりと spent all morning、 これを述べた後、その内容を説明するつもりで cleaning up my room を続けていただければ結構でしょう。